半導体とは、電気伝導性の良い金属などの導体と、電気抵抗率の大きい絶縁体の中間的な抵抗率を持つ物質を言う。代表的なものとしては、元素半導体のケイ素、ゲルマニウム、化合物半導体の皮下、ガリウム、リンカ、ガリウム、リンカインジウムなどがある。半導体集積回路のような半導体素子は、半導体の工学的な利用例である。両導体、 半導体、絶縁体におけるバンドギャップの模式図。ある種の半導体では、比較的容易に電子が電動体へと遷移することで、電気伝導性を持つ電動電子が生じる。金属では、エネルギーバンド内に空き順位があり、値電子がすぐ上の空き順位に移って、電動電子となるため、常に電気伝導性を示す。半導体のバンド構造の模式図。E は、 電子の持つエネルギー、K は波数。EG がバンドギャップ。半導体では絶対零度で電子が入っている一番上のエネルギーバンドが電子で満たされており、その上に金星体を隔てて空体がある。金属などの導体とゴムなどの絶縁体の中間の抵抗率を持つ物質を半導体と呼ぶ。半導体は不純物の導入や熱や光、磁場、電圧。 電流、放射線などの影響でその導電性が顕著に変わるという特徴を持つが、これらの特徴は個体のバンド理論によって説明される。なお、バンド理論を用いれば、半導体とは、値電子体を埋める電子の状態は完全に詰まっているものの、金星体を挟んで電動体を埋める電子の状態は存在しない物質として定義される。一般的に抵抗は、 電流と電圧に関して比例的な関係を満たす、すなわち、オームの法則が成り立つことから、オーム性抵抗と呼ばれる。一方、電気回路においては、非オーム性抵抗素子は、オーム性抵抗素子に劣らず重要である。半導体が重要視される性質の一つは、半導体と金属、または半導体同士を適当に接触させることで様々な、非オーム性抵抗が得られることにある。 具体的には P 型半導体と N 型半導体を PN 接合したダイオードや N 型半導体を P 型半導体で挟んだもしくは P 型半導体を N 型半導体で挟んだトランジスタなどがある太陽電池も PN 接合を用いている熱電効果半導体では通常温度が上がると電気伝導性が増す室温ではキャリアが 不純物原子から受ける束縛を離れて結晶中を動ける状態にある。言い方を変えれば、ドナーとアクセプターの原子は多くがイオン化しているが、温度が低下すると熱冷気も弱くなり、不純物原子の空論引力による束縛の影響が相対的に大きくなる。キャリアが束縛を離れている温度の領域を飽和領域、あるいは出払い領域と言い、キャリアが束縛を受ける。 温度領域を不純物領域という。また、温度を上昇させると、値電子までもが熱冷気され、キャリアの供給源となり、この温度領域を新生領域と呼ぶ。半導体素子として利用する場合は、飽和領域が利用される。逆バイアスされた PN 接合などにおいて温度が上がりすぎると、キャリアの増加で電流が増加し、その抵抗発熱でさらに温度が上がる。 熱暴走が発生する。半導体となる材料には以下のものがある。不純物や格子欠陥を全く含まない半導体を新生半導体と呼ぶ。新生半導体は、そのフェルミチュニーは金星体の中央に位置し、全温度領域においてキャリアは、値電子体のエネルギーレベルにある電子の、冷気によってのみ供給されることから、電子回路に用いるような半導体素子としては使い、たい。 半導体素子として用いることができるような半導体は新生半導体にドーパントと呼ばれる微量の添加物を混ぜて不純物半導体とすることで作成する。このドープによって半導体のキャリアである電子、または成功の密度が変化することとなるが、電動現象を支配するキャリアとして電子が優勢である半導体を N 型半導体、逆に成功が優勢なものを p 型半導体と呼ぶ。このような優勢なキャリアを多数キャリア、逆に劣勢なキャリアを少数キャリアと呼ぶ。n 型半導体での多数キャリアは電子、少数キャリアは成功である。p 型半導体での多数キャリアは成功、少数キャリアは電子である。なお、p 型半導体や n 型半導体はドーピングしなければ作れないというわけではない。カーボンナノチューブは P 型半導体として知られている。N 型半導体シリコンにリンをドープした例である。5つの赤い丸がリン由来の値電子。1つだけ余った E マイナスと書かれている電子が電荷の運び手となり結晶中を動く。N 型半導体とは電圧がかけられると電動電子や自由電子、ほとんど自由な電子とも呼ばれる電子の移動によって電荷が運ばれる半導体である。 過数の多い元素をドーピングすることで作られる。例えばシリコンやゲルマニウムの結晶に、ヒ素などの5価の原子を混ぜることで N 型となる。不純物の導入によって生成されたキャリアは、導入された不純物原子から受けるクーロン引力により、束縛される。ただしその束縛は弱く、ゲルマニウムの N 型半導体では、電子束縛エネルギーイコールマイナス0.01イブ。 棒和半径イコール4.2ナノメートル程度であるため、結晶内の原子間、距離0.25ナノメートル、室温での熱冷気は約0.025イブ程度では、単独原子の束縛を離れて、結晶の原子同士間を自由に動き、これらの原子は互いの電子を共有する状態となる。バンド構造で言えば通常、同パンと原子は金星体の上端付近にドナージュニを形成し、 そこから熱エネルギーにて電動体へ冷気される。フェルミチュニーは金生体中のドナー順位に近い位置になる。P 型半導体シリコンに放送をドープした例。電圧がかけられると成功の移動によって電荷が運ばれる半導体である。過数の少ない元素をドーピングすることで作られる。例えばシリコンの結晶に放送などの酸化の原子を混ぜることで P 型となる。電子が 電動体側に遷移して、値電子帯備の電子が不足することで生じる、電子軌道上の空撃が成功となる。結晶の原子同士間の自由電子が、隣の成功に移動することで成功の位置は自由に移動でき、電圧に応じて電子とは逆方向へ流れる。移動度は電子に比べて劣る。バンド構造で言えば、銅パント原子は金星体の過端付近に、 アクセプター順位と呼ばれる空の順位を形成し、アクセプター順位へ、値電子体から熱エネルギーによって値電子が冷気されることで、値電子体に成功が生じる。フェルミチュニーは金星体中のアクセプター順位に近い位置になる。1821年にトーマス・ゼーベックは半導体の特性の一つである熱電変換効果を発見した。百三十九年に、 マイケル・ファラデーは硫化銀を加熱すると導電性が増し、冷やすと電動性が低下する現象を発見した。1839年に、アレクサンドル・エドモン・ベクレルは、薄い塩化銀で覆われた白金の電極を、電解液に浸したものに光を、照射時に電流が生じる光電効果を発見した。1873年に、 ウィロビー・スミスは光を照射すると、セレンの電気抵抗が低下することを発見した。1874年に、フェルディナント・ブラウンは、硫化金属の伝導性と整流作用を観測したが、この効果は1835年にすでに、M.A. ローゼンス・コールドが、アナラン・デア・フィシック・ウント・セミに記述しており、アーサー・シュスターは、電線の表面の酸化銅の被膜に整流作用がある、ことを発見していた。 1876年にアダムズとデーはセリンの光電効果を観測した。これらの事象を説明するためには20世紀前半の固体物理学の理論の構築を必要とした。1878年にエドウィン・ホールは磁場のない時には東電くらいの部分が磁場を引火すると電位差を生じるホール効果を発見した。半導体を使用した素子は当初は 理論が確立する前だったので手探りで製造された。1880年にアレクサンダー・グラハム・ベルはセレンの観光特性を光線電話に使用した。1883年に抵抗率で作動する太陽電池はチャールズ・フリッツによってセレンを塗布して金メッキを施した金属板を使用して製造された。これは1930年代以降、 露出系として1970年代まで市販された。1897年に、ジョゼフ・ジョントムソンによって電子が発見された。1904年に硫化鉛製の高周波の点接触研波機の清流素子は、ジャガディッシュ、チャンドラボースによって天然の型塩鉱を使用した鉱石研波機として製造された。これは、初期の鉱石ラジオに使用されて普及した。しかし、 当時は作動の原理が不明で改良の方法も不明だった。1906年に HJ ラウンドは単価系素の結晶に電流を因果すると発光する現象を観測した。これは発光ダイオードの原型だった。1922年にオレクロシェフも類似の現象を観測したが、当時はこの効果を実用化することができなかった。酸化銅とセレンを使用した。 電力清流機は1920年代に開発され、真空間清流機が普及するまで商業的に重要だった。1922年にオレクロシェフは2接点式の不正抵抗増幅機を無線のために開発したが、彼はレニングラード包囲線の犠牲になった。第二次世界大戦前に赤外線の検出と光無線通信を目的とした素子が、 硫化鉛とセレン化鉛の材料で研究された。これらの素子は、船舶や航空機の熱門な補足と、音声通話のために使用された。およそ 4000MHz 以上の周波数帯域では当時、入手可能だった、真空管では機能しなかったので、点接触鉱石検波器はマイクロ波帯域を使用する、レーダーの受信装置で使用された。戦争中には拳波器を開発するために適した。 高純度のシリコン材料を製造するための研究開発が進められた。憲波機と電力整流機には信号の増幅は不可能だった。半導体増幅機の開発に多くの労力が費やされたが半導体材料への理論的な限界により失敗した。1926年にジュリウス・エドガー・リランフェルドは近代的な電解効果トランジスタの特許を取得したが、 当時は実現しなかった。1930年代には、理論的には、半導体による増幅器の出現は、ある程度予想されていたものの、実験の結果はかんばしくなかった。これは、当時の半導体の純度が低かったためで、半導体増幅器を実現するためには、1950年代のゾーンメルト法の開発を待たなければならなかった。百三十五年にオハイルは、 半導体抵抗を面電極によって制御する MOSFET に類似の素子の特許を出願した。半導体の両端に電極を取り付け、その半導体上面に制御用電極を半導体と極めて接近するが互いに接触しないように配置して、この電位を変化して半導体の抵抗を変化させることにより、増幅された信号を外部回路に取り出す素子だった。 R. ファイルシュと R.W. ポルは1938年に KBR 結晶と PT 電極で形成した整流器の KBR 結晶内に格子電極を埋め込んだ真空管の制御電極の構造を使用した素子構造でこのデバイスで初めて制御電極に流した電流0 0 2 m a アに対して陽極電流の変化0 4 m a アの増幅を確認している このデバイスは、電子流の他に、イオン電流の寄与もあって、素子の遮断周波数が1ヘルツ程度で実用上は、低すぎた。1938年に、ベル研究所のウィリアム・ショックレート・エイ・ホールデンは、半導体増幅機の開発に着手した。1941年頃に、最初のシリコン内の PN 接合は、ラッセロールによって発見された。 1947年11月17日から1947年12月23日にかけてベル研究所でゲルマニウムのトランジスタの実験を試み1947年12月16日に増幅作用が確認された増幅作用の発見から1週間後の1947年12月23日がベル研究所の公式発明日となる特許出願は 1948年2月26日にウェスタンエレクトリック社によってジョン・バーディーンとウォルター・ブラッテンの名前で出願された。同年6月30日に新聞で発表された。この阻止の名称はトランスファー・リシスターの略称で社内で公募されキャリアの注入でエミッターからコレクターへ電化が移動する電流駆動型デバイスが入力と出力の間の 転送する抵抗であることから JR ピアースがトランスクリプションシスターとしたことに由来する。第二次世界大戦中にレーダーの開発に従事したドイツ人技術者のヘルベルト・マタレイとハインリヒ・ウェルカーたちが戦後にフランスのウェスティングハウスの子会社に勤務して半導体の機能の研究を進めており、ゲルマニウム上で点接触の電極間での増幅作用を 観測していた。ベル研究所がトランジスタを発表後、まもなくマタレイのグループは彼らのトランジストラン増幅機を発表した。1948年6月26日に、ウィリアム・ショックレイはバイポーラトランジスタの特許を出願した。日本国内ではトランジスタの開発のニュースが1948年中頃に伝わり、1948年10月には、 東北大学の渡辺康氏、東京大学の久保、電気試験所、東芝、日本電気、日立などの研究者によるトランジスタ勉強会がスタートした。この勉強会は1949年4月には日本電子機械工業会の文部省研究費によるトランシスタ研究連絡会に発展した。1948年11月には 日本電機の小林正次によって無線と実験紙に日本で最初のトランジスタに関する解説記事が掲載された。続いて日本物理学開始の1949年7の8月号に東京大学の山下二郎、渋谷源一による解説論文が発表された。この時点ではバイボーラトランジスタの動作原理は日米ともにまだ完全には理解されていなかった。 1950年4月3日には東京工業大学で開催された日本物理学会分科会でトランジスタに関する日本で最初のシンポジウムが開催され電気試験所から分割された低新小電気通信研究所の岩瀬浅川は高純度ゲルマニウムタン結晶を使用した点接触型トランジスタの試作動作確認に日本で初めて成功した 1952年5月7日に集積回路の原型はイギリスのレーダー科学者ジェフリー・ダマーによって概念が発表されたものの当時は製造技術が未熟で実現には至らなかったその後テキサス・インスツルメンツのジャック・キルビーによってミナチャー・イズド・エレクトロニック・サーキッツは1959年2月に出願され1964年6月に アメリカ合衆国特許第3138,743号が登録された。フェアチャイルドセミコンダクターのロバート・ノイスの考案したセミコンダクターデバイスリードストラクチャーは1959年7月に出願され、1961年4月にアメリカ合衆国特許第2981,877号が登録された。 1954年1月に神戸工業から合金接合型のゲルマニウムトランジスタが発売され、同年7月にはソニーから成長接合型ゲルマニウムトランジスタが発売された。成長接合型トランジスタの不良品を調査する過程で江崎レオナによって江崎ダイオードが開発された。1959年にはフェアチャイルドセミコンダクターで プレーナー技術が開発された。プレーナー技術は後に集積回路で使用される。1960年代の初頭にはウェスティングハウスが当時テキサスインストルメンツフェアチャイルドとは独立してマレクトラーニックスという名称の集積回路の開発を進めていて1960年2月にセミコンダクタープロダクト誌に掲載された記事に触発されて 電気試験所でも同年12月に見方次第ではマルチチップ構造のハイブリッド IC とも言えるゲルマニウムのペレット3個を約1センチメートル角の樹脂置きに平行に配列した集積回路の試作に成功した。ありがとうございます。